もうその人から本当に離れた方がいいと思います。今言った人って全部自分にダメージを与えてくる人だと思うんですね。自分にダメージを与えてくる人って本当に別に付き合う必要がないじゃないですか。今日のビクトリーチャンネルは今すぐ縁を切った方がいい人トップ10 10個もあります。なんかね、愚痴っぽくなりそうで嫌なんですけど、正直やっぱりこう自分が生きている環境をより良くするためには、もう本当にね、自分にマイナスな気持ちとかストレスを与えてくる人とは本当におさらばした方がもういいです。まずトップ5をお伝えします。そのうちの一つが、言い訳が多くて何でも人のせいにする人は、もうね、本当最悪です。時間がなかった、忙しかったとか、で何々さんがねとか、やらなかった理由を並べてるだけで、自分の好きなことはやりたいけど嫌なことはやりたくないみたいな方なんですよね。自分のさ、その両親とかさ、例えば子供がさ、交通事故に遭いましたとかってなったらさ、どんな用事を差し置いてでもそこに向かうわけじゃないですか。それは極端かもしれないけど、本当にそれが第一優先にやらなければいけない会社に例えば与えられてる課題だったりとか約束事だったとして、それのこの重要性とかが理解してたらやるんですよ。でも言い訳が多い人とか人のせいにする人っていうのはやらないし、自分が上司の立場にあるのに部下が失敗した時も部下のせいにする。立場関係なくそういう人って環境のせいにしたり人のせいにするので、そういう人とはどれだけ話し合いをしてても全く生産性のある話にはなっていかないので、縁を切っていった方がいいと思います。変わりません、結局そういう人は。2つ目は平気で嘘をつく人です。嘘って時に優しさっていう言葉もあるので、本当にそういった意味での臨機応変さは多少なりとも生きていく上の手段として必要なのは理解できるんですよ。だけど平気で嘘つく人いるじゃないですか。自分のことじゃないのに自分のことのように喋ったりとか、自分の実績じゃないのにあたかも自分のことのように言ったりとかもそうだし、嘘つく人が嫌な理由はもう信頼できないんですよ。もう会話が成立してない、もう会話になってないじゃないですか、嘘だから。だってで、嘘って辻褄を合わせるために嘘つき続けないといけなくなるでしょ。っていうことは、嘘つく人ってこれから先もずっと嘘つくんだろうなっていう風に思っちゃうんですよね。なので嘘をつく人っていうのは信頼ができないので、付き合うのはちょっと嫌だなと思います。昔働いてた職場で新しく入ってきた新入社員の子がいて、教えてもらった仕事を勉強しないといけないよとかっていう話をしてたんですよ。だけど彼女は分かりました分かりましたって言ってたんですけど、クラブに行くのが好きな子 で結局その夜もクラブに行ってたんですよ。で次の日仕事 に来ても全然仕事覚えてなかったんですね。他のその上司と部下がいて、でその部下の子にはクラブに行ってたってことを打ち明けてたんですよ。で上司がなんでこんな仕事覚えてこないの、またクラブに行ってたんじゃないのって言ったら、いや行ってませんよ、そんな私一生懸命勉強してましたよとかって言ってる姿を私は見てて、なんかすごく嫌だなって思いました。そんなちっちゃい嘘でも簡単にね、をつける人って常に日頃からもう嘘ついてる人だなと思うので、人として信頼ができないので嘘をたくさんつく人は嫌です。続きまして3つ目はお金にルーズな人。もうこれね、みんな嫌いだと思う。お金にルーズな人ってね、偏見かもしれないけど、もう治りようがないんじゃないかなと思うんですよ。私もね、なんかあんまり言いたくないけどお金貸したことあるんですよ。でも帰ってこなかった時があって、お金の切れ目が縁の切れ目っていう言葉って本当にうまくできてるなと思いますけど、やっぱりそれで縁切れちゃうじゃないですか。こっちが謝って返してくれたらいいよって思ってたとしても、借りた側の人がどんどん不義理になっていくっていう現象が、お金の貸し借りが生じた瞬間に生まれちゃうので、お金にルーズな人っていうのはそれも嫌です。はい、続きまして4つ目は自分のイライラを相手にぶつけてくる人。この度合いにもよると思うんですけど、以前働いてた職場でイライラの吐け口にされたことがあるんですよ。本当にすごくて、一緒に働いてる女の子とかも2時間ぐらいね、目の前で立たされてワン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 ずっと泣かされて、それでもずっとなじられて怒鳴られてけなされてっていうのを続けるような人だったんですよ。こう幼い頃っていうのは、その自分の吐け口の対象が親だったり兄弟だったりで住んでたのが、大人になってもそういったイライラの吐け口を他人に見出そうとしていくような人種の人いるんですよね。そういう人といるとすごく自分が傷つく
そういじめられてるような気持ちになるし、自分が大切にされてない、まるで物のように扱われているような気持ちになるし、ずっとその人の機嫌を伺って自分の行動一つ一つを変えていかないといけなくなってしまうので、たまにぶつけちゃうとか、たまに感情が出ちゃうっていうのは人だから誰でもあると思うんですけど、やっぱり過度にそのイライラの吐け口の対象として自分のことを見てくる人、本当に離れた方がいいと思います。自分の精神状態が崩壊されてしまいます。続きまして5つ目は約束を破る人です。まあ誰でも嫌いだと思うんですけど、約束を破る人もこうお金のルーズの人と同様で本当に信頼できないです。お願いして次は必ずこうしてねとか、ちっちゃい約束でもそうだと思うんですよ。物事の本当に期日とかもそうだし、守ってね守ってねって何回言っても守ってくれない。でそしたらなんかもうね、自分が言ってる約束事とかって全く大事にされてないなと思うんですよ。もう言うのに疲れてきちゃう。で言ってもどうせまた守ってくれなくて、自分が傷ついちゃうんじゃないかっていうような気持ちになっちゃうんですよね。恋愛関係の中でもね、よく起きてると思うんですよ。彼氏とか彼女が約束を守ってないとか、言ったことをやってくれない、そういう小さい積み重ねって大きく人と人との間に壁を作っていくと思うんですよね。経営をしているので部下にお願いすることとか、これ守ってねやってねっていうことってたくさんあって、でそういうことをなんかみんな一生懸命もちろんやってくれてるんだけど、そういうことが3回4回5回積み上がっていくと、もうこの子には仕事を任せられない。だって仕事とか大切な案件って絶対責任があるので、そういう人には任せることができない。約束を破る人っていうのは人に対しての約束だけじゃなくて、自分との決まり事も破っていってるルーズな人なんだなって思ってしまうので、一緒に物事を進めていくっていうような構築的な関係を築くことができないので、ちょっと難しいなと思います。続きまして、ただいまトップ5をお伝えしましたので、次は、残りの5つをお話ししたいと思います。成長しようとしない人、自分が成長するのは嫌なくせに、相手が成長されたり成功することも嫌だと思ってるケースが多いんですよね。これもアパレルで働いてた時なんですけど、一緒にこの売り上げ達成しようよっていうことを決めてですよ、一緒に。で頑張って販売していくじゃないですか。だけど自分が売り上げを立てていくと、その子売るのやめて、目標決めたじゃん、一緒にやっていって成長していこうよと思うのに、足を引っ張ってくるんですよね。逆に自分が声をかけてるお客さんなのに、横から奪おうとしてきたりとかっていう、自分が成長して定めた目標を達成するっていうことはしないのに、人が成長しようとすることさえもこう妨げてくる。なので成長する気がない人って、自分も成長しないけど相手の成長も妨げてくるっていう、この2つの要素があるので、そういう人と一緒にいると絶対に成長できません。はい、7個目は嫉妬深い人。嫉妬深さに思えると思うんですけど、人がこううまくいってるところを見て蹴落としてやろうみたいな気持ちになる人とか、自分ばっかり愛されたい認められたいっていう承認欲求があることは悪いわけではないんですけど、承認欲求が行き過ぎてしまって、なんか他の子が褒められたり他の子が頑張ってたりしてると、その子の悪口とか愚痴をすごく言いふらしてたりとか、そういう人がチームの中に一人いるだけで頑張ってる子は頑張れなくなるし、本来作るべき実績だったりとか前向きな話ではなくて、その子の機嫌をどう取るかとか、これをやったらまたこの子がジェラシーで嫉妬しだすんじゃないかっていうような話の論点がどんどんずれていくんですよ。実際そんな嫉妬とかね、妬みとかにね、かまってる時間なんてないんですよ。そういう人はもう排除っていう言葉を使うとちょっときついけど、迷わず排除して、で自分が本当に集中すべきことに集中する時間に当てるべきだと思うので、あまりにも嫉妬深い人とは関わらない方がいいなと思います。8個目は愚痴が多い人。これね、嫉妬深い人と近い部分があるんですけど、まず嫉妬深い人が何かに嫉妬をして、でその人が愚痴をこぼすっていう流れになってるのかなと思うんですけど、しかもね、愚痴とか悪口とか陰口とかをばっかり言ってる人って、ストレス発散してるだけで、自分が口に出して言うことで学んでるわけでも取り入れてるわけでもないので、同じこと繰り返すんですね。愚痴が多い人ってずっと愚痴ばっかりを言ってる。だから解消されて、それによって何か学んだから次は成長してるのかと思ったら、別に成長してないです。ただ自分のフラストレーションを発散してるだけなので、愚痴をばっかりを浴びせられてると、植物と一緒で、お前はダメだとか嫌いだとか、そんなことばっかり言われてる植物って成長しないじゃないですか。可愛いね、綺麗だね、今日も頑張ってるねって言われてるお花の方が綺麗に咲くでしょ。それと一緒で、人ってなんか
嘘でも好きって言われたら嬉しいし、嘘でも嫌いって言われたらやっぱり傷つくっていう生き物なので、愚痴を聞いてると人って疲れるじゃないですか。対象が自分じゃなくてもマイナス発言を浴びせられてるだけで自分のエネルギーを吸い取られていっちゃう生き物なので、あまりにも愚痴が多い人っていうのは嫉妬深かったりもするっていうのと全部つながってますので、あと言い訳が多い、他人のせいにしてるから愚痴が生まれるっていう風に全部つながってるから、そういう人はちょっと辛いなと思います。9個目です。人に対してやたらと偉そうな態度を取ってくる人です。本当に名刺を渡した瞬間に女っていうだけで急に態度 LL みたいな感じになる人だったりとか、自分のポジションを守るために自分の権威性をその発揮するためにすごく乱暴な言葉遣いをしたりとか、言葉尻を強くして自分が偉いんだよっていうところを見せたりとか、あと上下関係やたらと気にしてたりとか、自分より下だなって分かった瞬間に蔑んだ態度を取るような人とかを見ていると弱くて怯えてる人なんだなと思うんですね。自信がなんかない人よりも自信を持って生きてる人と付き合いたいじゃないですか。なので偉そうにしてくる人って自分のことも大切にしてくれなくて、ただただその人が偉いっていう立場を構築するための道具にしか使われてないなと思うので、まあそういう人とのご縁もあんまり気分がいいものではないなと思います。最後10個目です。他人を認めない人。テーラーで働いてる時に経験したんですけど、自分が一人でお店をやってて、売上も 100% 自分で立てていて、集客も全部自分でしてて、このお店って実際私の力で回ってるっていうような状態だったんですね。にもかかわらず、お前の代わりなんていくらでも探せるよっていう風に全く認めてもらえなかった。もちろんできてないところは認めてもらえなくても仕方がないし、認めてって言ってるわけでもない。その事実さえ認めてくれない人って結局自分がやってることに全く感謝してくれてないんですよね。そういう人と対峙した時にアイデンティティをねすごく壊されるような気持ちになるんですよ。で自己肯定感もとっても下がっちゃうし、何のために生きてるんだろう、何のためにこの仕事してるんだろう、自分にはそれぐらいの価値しかないんじゃないかっていうような、本当になんかムカつくとか腹が立つとかじゃなくてすごく落ち込んでしまうんですよね。本当に頑張ってる事実があるのに認めずに、お前の代わりなんていくらでもいるよみたいな風に道具のように扱ってくれる人とか、自分を一切承認してくれない人、そういう人と長いこと一緒にいると自分の性格まで変わっていっちゃうんじゃないかなって思った経験があるので、そういう人とは関わらない方が本当にいいと思います。以上、こういう人とは今すぐ縁を切った方がいいっていう10個をざっとお話ししたんですけど、今言った10タイプの人って全部自分にダメージを与えてくる人だと思うんですね。自分にダメージを与えてくる人って本当に別に付き合う必要がないじゃないですか。独立してその経営者になってよかったなと思うのは、自分が付き合い人と付き合いたくない人を選べるようになったっていうところも良かったなっていうふうに思います。自分にダメージを与えてくるような人とか、今伝えたトップ10に入ってる人っていうのは結局自分の都合しか考えてないんですよ。自分の都合、自分の機嫌で簡単にそのことを裏切ったり嘘ついたり騙したりしてしまうので、なんかそんな人といるぐらいだったら正直一人でいる方がいいと思います。今10個言ったタイプの人に当てはまってる人が近くにいるなと思う人は、その人は治らないので離れるしかないかなっていうふうに思います。どれか周りに当てはまる人がいた方はぜひコメントしてください。この動画が参考になった方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。